おや、起きましたか。さあ、まだ眠っているようです。大した度胸ですね。お目覚め。あなたは私のことを知らない。いい、どう、起きれた？大したお人ではありませんか。起きましたかな。お久しぶりですな、天城さん。無視しないでください。デブ野郎ですか。ご挨拶ですな。缶というのは日本の借缶法で約 3.7kg とすると370キロですか。少し多いですが、一応名前はあります。ビーブとお呼びください。私はシリアよ。なかなかすごい戦いぶりだったそうじゃありませんか。たった一人で私の可愛い部下を6人も倒したとは到底信じられませんな。8人も向かわせたつもりだったのですがね、危うく全員やられるところでした。足を打ってくださったのは実に良心的でした。心から感謝いたします。恐縮です。今はボスの話を聞け。ボスだ。おや、彼女のことをご存知ですかな。さっき名前を教えました。お、なるほど、そうでしたか。お聞きしましょう。私に質問をすると、何者だとお思いですかな。ディーブです。旧エルディア情報部次長という肩書きがありましたかな。残党という言い方はよくありませんが、まだ存在していますよ。公式にではありませんが。おお、わかりますか。例の娘のところにですかな。通報者がいましてね、なかなか良い情報提供者ですよ。申し訳ありません、小次郎さん。なかなか良い情報提供者ってわけで。はい、そういうことで。とんでもない。私の仕事は情報を売ることで。先日お話ししませんでしたか、私を雇った大きなクライアントのことを。そ
それが後ろのお方で、私も生きるためなんですよ。ま、そういうことで、彼らは非常に金払いがいい。資本主義社会では当然の概念ではありませんか。おまけに娘っ子の居場所も教えたってんで、懸賞金もいただく予定でしてね。小次郎さん、いくらあなたでも言葉が過ぎますぜ。とんでもない。私は信頼ある情報をリークするのが仕事でして、情報を売っただけですぜ。どういう意味です。ビジネスですよ小次郎さん。その通り、ビジネスです。ビジネスか。その情報屋はとても役に立ってくれましたからな。彼は少し知りすぎておりましてね。ビジネスですよこれもね。では私の質問もよろしいですかな。頼みますよ天城さん、ご協力してくれないと。例の原版の方はどこですね。おお、表情が変わりましたな。あれが何かは知っているらしい。あの娘に聞いたのですね。外国人学校ディレクタールームにあったはずの例の片割れ、どこです。知りませんかな。本当ですか。信じられませんな。気の強いお方だ。では体に効くほかはありませんな。ええ、私の部下を6人も倒したお人だ。一筋縄ではいくとは思えません。拷問というのもやりがいのある仕事でしてね。どんな屈強な男であっても鍛えられない部分はあるのです。そして絶対に避けられない痛みというのもね。残念ながらここには拷問の機材が揃っておりませんのでね。まあ殴るけれどはおそらく天城さんには通用しないでしょう。そこでシリア、あれを。しかしあれは使わないと言ったはずでは。シリア、どうしたのだ。君らしくもない。しかしあの量は通常の敵量をはるかに。何か意味でもあるのかね。いえ結構。そいつはドールマンが開発しました一種の自白剤でしてね。よくご存知で。彼には金と暇さえ与えればこうしたものをよく作ってくださった。聞くのにやや時間がかかりますがね、効き目は抜群です。ほーら、どうしましたシリア。
これを使用すると実によく暗示にかかりやすくなります。聞き始めるのにまだ少し時間がありますね。シルディ、あれをどうですか？見覚えはありますな。誰のか記憶はございますか？ほう、顔色が変わりましたな。その通り、これは天城さんの事務所にあったのを拝借してきたものです。私からの電話にまんまとおびき寄せられてくださいましたからな。この中には大切なものが入っておりましてね、例の原版のもう半分が入っておりました。で、もう一度お聞きしましょう。ディレクタールームにあるはずのもう半分はどこです？しょうがありませんな。例のビデオ、隣のモニターを見てください。小さくて迫力がありませんがね。お知り合いですよね。彼女の強力な指示は例の原版の片割れは手に入りませんでした。音声は途切れていましてね、彼女の迫真の喘ぎ声が聞こえてこないのが誠に残念で、彼女は実に気持ちよく協力してくれましたよ。あなたにもそう期待したいものですな。何か言われましたか？隣の部屋におります。無論です。おい、サラ君。恐ろしい表情をしていますな。ディーブです。嘘をつかれても困りますな。やめ、もう。あなたが二階堂氏と共謀してあの絵画を見つけた時、あの時に原版の片割れを二階堂氏が隠し取ったのは判明しております。そうだ、何、本当だ、音がするぞ。中に何か入ってる。私の目の前でわざわざ仲の悪そうに振る舞っていただきましたがね、言い訳はご無用に願いたいですな。手が込みすぎでしたな。このお嬢さんにも二階堂氏とともに実によく嗅ぎ回ってくださった。まあ彼は
人生を早くもリタイアしてしまいましたが、テラー、おっあの殺し屋ですか。違いますな。さて、余談はこのくらいにしておきましょう。お話いただけますか。困りましたな。この女性がかわいそうですよ。かわいそうに天城さんのせいでこんな目に遭ってしまって。おっと、汚い鼻血が手に付着してしまいましたな。私はこう見えても綺麗好きでして。お嬢さん、恨むならこの男性を恨みなさい。あ、もう助け。それはわかりませんよ。私も鬼というわけではありません。あなたが話せば、あるいは彼女を助けるかもしれませんよ。ですが、話さなければ彼女は確実に。助けて。おや、奥歯が折れたようですね。いっそのこと、歯を一本ずつ折っていきますか。そうすればバランスが取れますからな。さすがは天城さん、なかなか迅速なご判断ですね。言っていただきましょう。まだそんなこと。おお、それは興味深い情報ですな。よくご存知で。私が次長、彼は部長です。どうすか、彼が。情報はありがたく頂戴しておきましょう。薬が効くまで今しばらくここへご滞在ください。さあら。私はこういう男を見ているとムカムカしてくるのよ。どうせこの木に乗じて逃げ出そうなどと考えていたんだろう。さあ、さっさと歩きなさい。また殴らせないで。運が良ければ極楽へ行けるかもね。どういたしまして。小次郎。
小次郎、あれ、なんか変。ゴリル、ダメ。小次郎、なんか水が。小次郎、僕怖いよ。小次郎、さよなら。今助かる。頑張れ。なぜ？そうだな。私の心はあの青空よりも澄んでいる。冗談の通じんやつだ。そんなに怖い顔をするな。わかっている。理由だったな。まあ強いて言えばだ。男の尊厳ってやつか。まあそう言うな。子供だな、相変わらず。少なくとも子供ではないな。そうだ。で、何の話だったっけ？わかっている。子供だな。尊厳というのはな、尊く厳かなことだ。尊く厳かと書いて尊厳と読む。わかっておる。昔の私のツケなのだよ、これは。ああ、私はな、あることから逃げたことがある。尻尾を巻いてな、逃げ出したのだ。そしてそれが私の人生に常につきまとってきた。そして今、私はそれから逃れられない状況にある。
そうだ、ある人間が遠からずやってくる。そいつは恐ろしい奴なのだ。そうだ、一時的にな。だが、牙を剥かないわけではないぞ。あれは強い。人間としてな。弱い。そうだ、これは私なりの後始末なのだよ。あれのことは頼む。今頃わかるとは甘いな。タバコぐらい吸えるようになれ。お前に言われるとは光栄だよ、小次郎。大丈夫？よかった。気づいた？うん。バカ。大丈夫？小次郎に言われても嬉しくないよ。まだ寝てた方がいいよ。例のお薬のせいだね。なんだよそれ。あ、鼻血。なんだよそれ。うん、冷たい海で泳いだせいだね。酔いなんて冷めちゃったよ。見えるってなんだよ。僕はもともと綺麗なの。小次郎が助けてくれたんでしょ。じゃあ誰？ん？あの世じゃないよ。うん。港の埠頭から少し外れた海岸。ん？そうだね。何それ？どういうこと？まだ足がふらついてるよ、小次郎。うん、ほら、手につかまって。